明日からゴールデンウィークですが、アウトドアなどで使われるガストーチの使い方に注意が必要です。一瞬にして手元まで広がる炎、水をかけてもなかなか消えません。この映像はガストーチの炎が漏れたガスに引火した時の様子を再現したものです。 NITE 製品評価技術基盤機構によりますと、2020年以降ガストーチの事故が増加しているということです。中には海外から輸入された粗悪な作りの製品もあり、正しく使用してもガス漏れが生じる可能性があるとして、購入時に製造業者や販売業者の確認を推奨しています。また使う前に製品に異常がないか確認することや、使用中に燃料が漏れるのを防ぐため45度以上傾けないよう注意を呼びかけています。